おめでとう、おめでとうございます。やばい、今死ねってコメント来た。よし、ブロックしよう、よし、ブロックしよう、死ねえわ、ブロックしよう。あ、この山岸清清木みたいな人、はい、ブロック、はい、ブロック、ブロックしたら、はい、全員の見れません。はい、はい、公式なんで全員の見れません。はい、さよなら。まあ嘘やけどね、そんなブロックはせんけど、うん、ブロックはせんよ、うん、ブロックはせんけど、まあ、ブロックして結局何か変わるかって、何も変わらんわけよ。うん、この人を更生させるのがいい。そう、その人をブロックしたところでその人の性格変わらんわけよ。あ、ブロックされるんだ、こういうこと言ったらって分かって、その次からじゃあ気をつけよう、こうなればいい。そう、優しい世界から、その人は今、山岸くんは反省して次からそういう心のないコメントをしないように頑張ってください。あの、人のことを悪く言うようなら自分が優しくなってください。そんな暇があるなら、はい、ね、人のことを悪く言う暇があるならね、ね、もっと自分が良くなればいいの、そっちの方が早いぞ。はい、最近やったってコメントを多くしてくるやつたまりすぎやろ。最近やったばっかコメントしてくるやつどんだけ気になるの、最近やったかどうか。やばいよお前、人がやったかどうか気になる前に自分が頑張れ俺がやったかどうかを気にする前に自分が頑張れ、わかったかわかったか。変顔して、変顔しててもよくわからんしね、うん、俺が変顔する前にお前頑張れよ、変顔やってるか。お前が変顔してってその画面に打ち込んでる時に自分変顔してる、だったらいいよ、それ許せ。さすがガチャーです。はい、したよ。いや俺てかね、普通にね、変顔で思い出したんやけど、多分みんな結構細かいとこまで気にして見たらわかると思うんやけど、あの社長のこの顔がちょっと映っとんよね、やばくない？チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。おっとおっとおっと、今日の動画はまだ終わらないよ。レペゼンファックスから大事なお知らせ。僕知ってるんですよ、あなたがチャンネル登録してないの。僕たちの管理画面データで出てるんですからね。半分はチャンネル登録してないんですよ。してくださいよ、チャンネル登録してくださいよ、お願いしますよ。なんでチャンネル登録しないの。そこのチャンネル登録ってボタンポチッと押したら終わるじゃん、1秒で終わる。チャンネル登録だけポチッと押してくれてから、もうそれでいい。ということで、本当に心からちょっとチャンネル登録してほしいです。チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションが上がって面白い動画いっぱい作るけ、頑張りますよ僕。じゃあね。無音爆笑、これですよ、完璧です。やばすぎ普通に、クソ、ケッ。